ローゼルは、青いカフヨー族の植物。一年生、または、他年生の赤ん木。ロゼリソウ、ローゼリソウ、レモネードブッシュなどとも呼ばれる。風味が似ていることから、フレンチソレルなど水場に類似した呼び方をされることも、ある。西アフリカ原産という説や、インドからマレーシアにかけた地域が原産という説など、諸説がある。奴隷貿易が、盛んになった17世紀に、 オクラと共に、西インド諸島や中南米で栽培が行われるようになり、世界各地の熱帯地方に分布している。高さ2から3メートルに育つ低木。茎は滑らかな表皮を持ち、赤紫色である。花はクリーム色で溶液に一へなし、単日植物で、9から11月頃に開花する。ガクとツとは飛行して赤く熟す。 花弁の基部は暗赤色。葉は楕円形、または三芯列し、誤生する。額ととの肥大した部分は酸味があって生殖できる。その他にジャム、ゼリー、酒、ハーブティー、清涼飲料など様々なことに利用される。また、葉は野菜として、茎からは繊維として利用される。ミャンマーではチンバウンと呼ばれ、葉を炒め物やスープにする。 ローゼルは華やか実、メキシコでは冷やしたものをワグアでハマイカと呼ぶ。セネガル、ガンビア、マリ、ギニアビサウなどではビサップと呼ばれる。他のハーブとブレンドされることも多く、特にローズヒップとのブレンドは互いの成分による相乗効果が期待される。ハイビスカスティーブラジルの日系人社会ではローゼルの使用漬けが花梅と呼ばれ、梅干しとほぼ同じの作り方である。 楽ン化という気薬としても利用されている。ありがとうございます。